今村聖之助から1902年9月26日は、日本の実業家。今村聖之助外遊万六外遊万六、ムーツムネミツ今村聖之助、今村聖之助君自力今村聖之助君自力渋沢栄一高森町教育委員会発行、高森の人1849年、品濃国稲郡井出原村で生まれた。家は旧家であったが、 七吉右衛門の代にカウンが傾き、幼少の頃から窮乏の生活を送った。聖之助は兄と共に家業の農業に勤しんでいたが、かつては自家の所有地だったが、今は人手に渡っている山林に、そうとは知らずに薪木を拾いに行ってどなられた経験などから、都に出て出世することを考えていた。16歳の時、ついに意を決して家の金にしを持ち出し家でして、 横浜の平野屋一五郎商店に働き口を見つけた。平野屋の主人は何かにと面倒を見てくれたが、ある日、親類のものに見つかり、直ちに郷里に連れ戻されてしまった。田舎での生活に我慢できず、19歳の年に再び、金一分を懐に家を飛び出し、名古屋を経て横浜に向かった。横浜での生活は、屋台車を引いて、サザエのつぼ焼きを売り歩く、 貧しい毎日であったが、彼の移住は昔と変わらず出生のチャンスをいつも狙っていた。たまたま屋台の客の一人にある召喚の手代がいて、聖之助が新州の出身であることを知り、ギートの種紙の事情に詳しいだろうということで、監守に紹介した。聖之助はその手代と共に、新州上殿に行き、種紙を買い付け、成功裏に横浜に帰ってきた。監守は、 大変喜び、礼金として二百円を聖之助に渡した。彼はその金を手に、直ちに郷里に帰り、今度は独自で産卵紙を買い付け、横浜に送って相当の儲けを得たが、相場下落にあって、再び無一文の身になってしまった。彼は1869年に、もう一度横浜に戻ってきて、今度は横浜遊郭の入り口に、洋酒のスタンドを開いた。店には、 外国船の船員も多数来て、彼はその頃から、洋銀相場に目をつけるようになった。ある日、当時事業に失敗していた九州、平野屋に出会い、彼を助けて、ドル屋を開業させた。店は繁盛し、この間の1870年に、平野屋の主人の世話で、斉藤屋きをめとっている。しばらくして、平野屋と商売上の意見が対立し、彼は、独立して、 キーと雑貨の採取りをはじめ、次第に財をなすに至った。その頃、横浜に金国相場会社が設立され、彼はその仲買人となり、選ばれて委員となった。金と地位を得た聖之助は、金がね意としていたドル屋を開き、用銀相場で彼の財は、ますます大きくなっていった。1877年に、 東京日本橋境町にも太もも麺類と両替の店を開き、各種交際証書の定期売買を自分のところでやった。次で株式取引所の創立を計画し、1878年に渋沢栄一、福地玄一郎と共に日本最初の株式取引所の発起人の一人となった。清之助は取引所の重役に押されたがこれを辞し、仲買人となって、 南茅場町に店を移して、証券売買に専念した。株都町の老舗である、門丸証券は、彼の設立になるものである。彼は、1883年4月から1886年1月まで、むつむねみつと共に、アメリカからイギリス、フランス、ドイツの諸国を巡歴して、先進国の経済、文化発展の様子を、つぶさに視察しており、特に、 米国における鉄道事業に強い興味を抱いて帰ってきた。帰国後、広く同志に呼びかけ、鉄道事業の振興に努力し、両毛、九州、関西、三宮山陽などの諸鉄道はいずれも彼の発起によるものか、公園によってできたものである。各して、諸々の鉄道会社の重役となり、大株主となって、日本鉄道界の王者の地位に君臨した。 そして、1888年12月には25万円の資本金を持って今村銀行を設立した。1890年の強行の後、彼は安い株を片っ端から買いあさり、景気が良くなるとリグして、当時の金額で300万円儲けたと言われている。銀行設立から14年後の1902年9月26日、遺願のため54歳で死去した。 母書は、東京都の谷中霊園。改名は、清野林、ひとしほ吉山神道子寺。子供、は部とりとしが、自転有名人の死亡診断近代編付録、近代有名人の死因一覧5ページ、ABC 井上天根、人事更新録、第8版、昭和3年7月、東洋製紙株式会社遠隔紙東洋製紙、1925年、 井上天ま井上衆言バンクエビ今村、エ介、スケ、人事更新録、第4版、大正4年1月、今村新吉、人事更新録、第8版、昭和3年7月、ハット ABC 今村茂蔵人事更新録、第8版、昭和3年7月。ありがとうございます。